This is Fto! タイポンです。シュミット・ダニエルです。もうシュミット・ダニエル大好きすぎじゃん。もう今回の MVP です、うんはい。めちゃめちゃ好きになったんだ。正直だって変えた瞬間、無視点です。確かにね。はい、ということなんで、まあ、前回はコスタリカに3対0と、うん、もう、これ以上ないぐらいの逆襲撃だよね。見せましたね、力を。倍返しだ。では次はスペイン戦ということで。森安喜んでます。ポーランドの監督な。吉田背中で語る。いやでもまあ、この試合、引き分け以上で突破なんで、とりあえず。そうだね。まあでもどうせ突破するんだったら1位で突破したいって気持ちはあるよね。首位突破して、できれば2位とぶつかりたいよね。そうだ。じゃあ行きましょうか、早速。レッツラゴー。見せよ。ヤマト魂。サイド、ほら、これまた、毎回これやんなきゃいけないから。メンバーどうするかだよね。さっき浅野がすごいインパクト残りすぎて焦ったわ正直、ね、ちょっとスタメンでいっちゃうこれ浅野行こうかちょっと一回見てみたいねでまああとシュミットだよねダニ打っちゃってねでもさこれ結構大一番じゃん、うん、大一番でいきなりさ、うん、ちょっとこの2試合使ってない選手をスタメン使うのはいやダメダメちょっとダメだわよね、うんうん、タケがなんで74なんだって本当にねいや本当にありえないでしょいや俺ちょっとやりたいこといい久保を使わない、うん、おで鎌田トップ下にして、うん、森田と遠藤のツーボラこれで行きたい森田源八とな。やっぱりちょっと久保をスタメンでは使いたい、うん、何なんだよ堂安はちょっと後からうわ俺やっぱ堂安と伊藤のこの2人がさ、うん、後から入ってくるの結構いかつくない恐ろしいよ悪夢だよでやっぱ相手スペインだから、うん、スペイン人に慣れてる久保、うん、使ってあげたいラリーガでねラリーガでやる物を言わせてるねじゃあこれで行こう運命のキックオフだ無観客試合うわ無観客こんな大事な試合無観客でやんなドカーンさあやってきましたスペイン戦引き分け以上だよね行きますから恋人未満みたいな形してねそうなんですよもうスペイン以上恋人未満勝っちゃうよまあでもコスタリカとはやっぱレベルが違うからそうだね決めてこうよそこだけみんなも、ね、ワールドクラスっていうのを実感してほしい、ね、それもねしっかり考えてやんないといけないから、うん、そうそうそうもうかき混ぜてっからもう打っちゃってもいいんじゃないまあ、あの、試合を作るシュート。うん、そうそうそう。まずは打たない。あの、キックを破るシュート。来たんじゃないの？マジで。いやあロドリか。大丈夫、まだある、まだある。勝てる。いたくば。ここだ。いや、惜しい。サイド。ポーン。取られないことが大事だな。うん。はい。ポーン。うまい。来た！シュートや。何？トラップだぁ無理だよだって力取られるって思っちゃうよよしダニエルよくやったよしいやシュミット神ダニってる味方に当たってるから今完全にあー鎌田に出したかったのに守備守備いやこれはちょっと中のモラタを注意深く見とくオッケーいやてかマジでいやいやパスの質おかしいんだよポンポンよゲームじゃんあゲームだよそうだゲームなんだけどゲームでもちょっとやりすぎだよやりすぎのゲームだよねこれほら対応するああ惜しいよく今俺一対一取ったな、ね、焦ったわなんかエラシコとかちょろちょろやってきて遠藤航が危ない待ってカウンター発動これいや無理うんちょまっ腕やおおすっげえシミットびっくりしたびっくりしたよやだよおーしよしオッケーオッケーオッケーナイスよしよしよしナイス守備いやいいよ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 これ怖いなこういうの入っちゃうよマジであそういうパターンホップの小作な手使ってくんなダニエルおいこれでやろうおーでも乗った出てない出てない出てないこれ結構マジですごいよほらすっごいよね本当に今大谷翔平もびっくりいや出ちゃったいやまだあるまだあるあーだからそういう時にもう取れないんだよなボールが第2ボールな何やってるなかと思う遊んでるでしょうるせえよいや板倉あぶねえ本当にここ蹴っちゃえ三笘の1ミリ俺の1ミリ押さないでしょえなんかおかしなこと見えてるいや富谷さん無理だから打っちゃったのあいや無理ごめんごめんいやよかったけどね急にボール来たら
やっぱ危ねえポスター、ま、ちょっと待って、これはもう、これはもう、もう迷子だもん、迷子、あ、迷子、マジか、うん、ラッキーラッキー。本当一つのミスがね、それ命取りになっちゃう可能性あるから、やだやめて、嘘だ、やっぱ一つのミスが、まあ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 、もらわれたね、もらたにもらわれた。まあでもこれちょっとうまかったけど、パスのさ、ワン全部ワンタッチでさ、なんかその質がないんだよね、こっちには。ポン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 で最後もうキーパーと1対1だよ。もう板倉もなんかもうさ、おもちゃにされちゃってたもん。おもちゃの板倉のマーチだもん、うん、どう、よしどマリシュクル、どう、うわ今綺麗だったな。もう一回後ろ狙うかじゃ、うん、ちょっと強めで、okay. 高めの、はい、マリシュクルも多分無理だから、うん、普通にヘディングでいく。いやマジか、ちょっと強めすぎる、弱めだった。あざっす。いや、うまい。鎌田。いやここだな。え、なんで今、浅野に行ってほしかったのにさ、カーソルが。うるせえよ、ほら。うるせえよ、ほら。大丈夫、大輝、頑張れ。大丈夫、大丈夫。頑張れ。吉田さん、吉田さん。強っ。その追いつく、あ、まあ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 いいよね。いやなんかいいシーンあったな、何個か。中見てる、中見てる、俺は。ナイス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 。ねえひどい。ねえ。まだ似てなかったね。わかんないから。わかんないから。わかんないから。鼻言って。止める気なかったでしょ、あれ。スローで見たけど、今。だって、でも自分でピンチ作ってるからね。確かに。自分でピンチ作って。ボール今キャッチするも明らかなところにいたのにさ、なんで今、なんでだったんだろう。まあ、まだ2点なら全然追いつける。そうだよ。引き分けでいいんだもん。ちなみに今、うん、今一瞬ちょっと飛ばしちゃったけど、うん、ドイツ2対0で勝ってたから、うん、マジで引き分けじゃないとダメ。うわ、ちょっと、これもう伊藤純也とか入れよう。マジで。うん、パッとしない選手は全員ちょっと一回外して、森田もやる。久保、三笘は俺たち使いこなしてない。うん、全然使いこなしてない。うん、南野も入れよう。うん、ちょっと堂安、南野、伊藤純也。もうこれがいい。一気にガッツリ入れます。これがいいのよ。これがもしかしたらいいのかもしれない。もう俺たち覚えたわ。うん。下手なことすんの。俺らの代表それがいいんだな。ちょっとね、気づいたかも。うわ、なんかもう。なあ、もうさ、見てる人わかるでしょ。異常だよ、何パスのさ、異常性。違う。おかしいよ、こんなの。でもやだ、近づいたらさ、いなされてさ。ひどいよ。なんかさ、変なエフェクトみたいなのかかってない、これ大丈夫？ドイツも強かったけど、なんかそれ以上に嫌だわ。なんかドイツよりも嫌だよね、ポパスチョコまかしててさ、やっぱスペインって感じなのかな、それマジで。いやいや、きれい。よし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 、これ、これ1対1だ。マジである。いや、どうなるかな、これ。打て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 。いやぁしっかり、嘘。大丈夫大丈夫、まだある。打て。鎌田は嘘でしょ。いや、現実の鎌田はもっと上手いぜ。バシッと来てる。いやちょっと、マジで。今の決めれたら、でかかったな。でかい、だいぶもうなんか、一気に士気上がったよ、俺。いや、なかったもん。いや、なかったもん。いやいやいや、どういうこと。そこで中央で受けて、なかった、いや、なかったと思って、おかしいだろ。絶対分かってたじゃん、中央選手って。びっくりしたよ、俺も今。オフサイ、何オフサイか。いやまあまあ、なんかでも明らかさっきよりめっちゃいい、ね、めちゃめちゃいい感じだった。全然いいわ、こっちの方が。いや冷静冷静、ちょっともう怖いからね、本当に。大丈夫、ちょっと怖い、マジで。大丈夫です。
いや、うまっ。頼む、お願い、お願い。よし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 、全然わかんないよ。ふざけんなよ、朝の頼む。マジである、マジである、マジである。こういう歌はやっぱ。こういうじゃねえよ。めちゃめちゃモブだよ。でも、もういいよ。これだよね、朝の良さ。これ。そうなんだよ。よかった。いや、マジわかんない。なんか、攻めやすくなった、さっきより。全然いける。すげえな、200キロ出てる。出てねえよ。いや、遅すぎだろ。いや、ちょっと本当にいいよ。マジで、マジで、マジで。ていうか、マジであの、クソしょうもないミスのシーンゴールなかったら引き上げなのに。俺行く、俺行く。俺も行く。俺も行くって。全部俺なんだよな。オープンだよ。もうやだよ、なんで。なんか惜しいみたいな演出。うわ、ペドリ。この時間からペドリかよ。ペドリ。いい加減にしろよ。ペロリってよ。ふざけんなよ。ペロリは完全狙ってんだろ。ちょっと、お前、本当に、ねえ、マジで、大樹、本当にもう嫌だの。おい、大樹、マジで、本当にふざけないで。ふざけてない。ね、本当にやめて、本当に危ない。ねえ、マジで、もう真剣に。だって自分で言ったじゃん。ショーマンがさ、広げるからじゃん。自分で言ったじゃん、だって。マジで、ちょっと本当にダメだって、本当に大丈夫、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 絶対言ったから、でも今言ったけど、うん、俺じゃないもん、戻す、絶対言ったから。でもいいよ、いい、だいぶ落ち着いてきてる。した、真ん中なんだよね。伊藤純、そう、いや、すげえ、なんか追いつかれないと思ったのに伊藤なら。ダメだよ、全然過信しちゃダメだよ、一応、ね、ほんとそうだね。間に合ってる、人は与えてる、変なことしてる。いや、なことも強っ、体感あんだよ、こっちはトレーニングしかしてねえからよ。うん、フェラントーレス、なんかもう、もう出てくる選手で、出てくる選手がもう嫌なんですけど、よちょっと大輝、本当にダメ、危ねえ。浅野変える、変えよう、いや、浅野変えんじゃないか、誰か変えよう、なんか誰か選手と言えたら、なんかちょっと病んでるから今、いや、浅野だな、変えんなら、じゃあ大前行こう、うん、大前だ、忘れてた。で酒井入れよ、うん、伊藤と斉藤がもうやばい、伊藤サイドバックできるでしょ、いや、もう変えれない、え、あと一人だけ、マジで、じゃあ大前だ、もう大前だけ、あと一人で変える、じゃあどっちか入れて、酒井か、いやー、でもなんか吉田ちょっと疲れすぎてって怖いな、これでいこう、もうちょっとマジで一点決めよう、うん、もうマジで、もう枠は使い切ったから、もうね、無理よ、ワクワクさんだよ、そう、こいつやばい、これちょっとこっからこうやって耐える、なんかこのさ、素直に、おお、なんだろ、なんだよ、これすごいチートだぞ、俺、よかった今、速攻でコマンド打ってね、チート、絶対マイボンになるってコマンド、うん、SS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  普通にクロス上げていい、ここなんか日本のシュートだね、なんか TF ミスったしね、今俺も、なんかシュートの質がすげえよな、なんかあんま良くないよね、舐めてるよね、なんか弾丸じゃっていうかさ、ちょっと威力強いのを打てないよね、あんまり、そうパッとしねえね、デロ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 ってないか、1対1勝って、トミーだよ、頼む、いや、いい、どうする、ショーマン、ありがとう。だ、じゃあもうないでやらかしてるよ。危ねえ、まあ、蹴るよ、じゃあ俺前敵も、うん。絶対蹴った方がいい。もうロングボールでいくわ。危ねえ、ポストあった。ポストあるよ、そりゃ。ポストは。どういうこと？ちょっと、本当に、真剣に。オッサイ、オッサイ。マジで？いや、いい、お、まだ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 、落とせ、い
や、前田大然。いや、勝てねえな、さすがに。少しやれば。いやー、なんかもう、やらしい。ついよ。あぶねえ。シンプルだな、今のは。本当にや。ダボーちょっとさ、真ん中じゃん。じゃあ分かってたけど、あの体勢じゃあいつは。それはダメだよ。それはやめだって。で、それはダメでしょう。でも家のだから大丈夫。見せない、見せない。グロテスクだから見せれない。もう負けたじゃん。分かんないよ。分かるでしょ。89分で時間見えてる。あぶねえ。こんなことってあるんだ。本当に日本じゃもう勝てる気しねえ。あぶねえ。もうやだ、もうやだ、やりたくないよ。やり方までも長友やってます。でも、もうやだよ。もうやばいね。きちいだろこれ。やめ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 。ちょっとマジでちょっと先発変えようよ。もういや、これはひどい。久保とかいらないからもう。これはひどいね。ちょっとてかもうさ、終わってんじゃん時間で言うと。やだよ、もういらないよ。マジでさ、手抜いてこないよね、もう。いやもう、やば。これを蹴った終わりでしょ。4-1か、結局。強すぎない？コスタリカ何だったの？ドイツ、スペイン、日本だよ、結局。敗退しました。警告だからね。でも警告されてる意味わかんないから、しょうがないじゃんね。もう仕方ないよ。負けたのにさ、警告やってさ、ムカつくよね、さすがに。警告で。ってことなんで、さすがにちょっとこれ、終われねえよ。終われねえよってことなんで、時間も時間なんでね、今日はちょっともうこの続きは取れないんですけど、またちょっとリベンジさせてください。やるよ。本当に。お願いしますだよ。勝てるまで。コンティニューさせろよ。コンティニューさせてほしい。ってことなんで、じゃあ次回、リベンジしましょう。俺たちのリベンジを見てほしい。それまで練習してさ、よりちょっと連携高めてスペイン倒しに行きましょう。はい。それではこの動画、良かったと思ったら、高評価。スペイン強いと思った人も、高評価。はい。チャンネル登録もお願いします。これでは、今日のディストはここまで。さよなら。グッバイ。